って、はい、まあダボ穴ですよね。位置はいろいろあって、ね、カーボンで、はい、これなんかドマーネと一緒ですか？あ、これは違います。全然違うんですか？ここはもう中のワイヤーまとめてるだけなので、あ、なるほど、メンテナンス用ですね。メンテナンス用、はい、で GRX の800、これ800かな、600、600ですね。これはでアイストスピード、はい、ドマーネと違って後ろだけアイストですね、はい、これは何ですか？アルミです。アルミですか、はい。で40C のライダーです。いいな、はい、なんか理想だなこれ。このままオフロードにどうぞっていう感じで、はい、乗っていただけると思います。やっぱり早く走りたいってのがあって。なるほど、それバックガード。もう石跳ね上げたりとか、なんかあった時にフレームを守る構造になってます。いいな、ちょうどいい。ちょうどいいな。GRX なんでスタビライザー搭載の、はいはい、カスタムングルホールダーで、まあホイールペースを変えますよというところですね。いや、ラボ穴もここにもあるんですね。そうですね。すごい、いいな。ボトルケースの位置を下上選べるようになってます。はいはい、ここも2箇所ですね。いやなるほどです。実は本命がこれ私の本命はこれありがたいことに52って174ぐらいなんですけど、はいはい、ちょうどいいサイズですよね。そうですね、ありがたい、ありがたい。いいっす、すごくいいっす。いいですね。例えばこれだと、はい、このグレードって上ですよね、はい、上のそうですね、カーボンです。だと例えばグラベルのレースとかでも通用する、はいはい、まあ、十分走れると思いますよ。全然速くで、早くオフロード走りたいんですよ今。あと、まあもしやるとすれば、まあ、GRX おっしゃってたはず、1000であるとか800ですね、はい、800はそうですね、今600なので、うん、それかあとはホイールをグラベル用のカーボンに変えるか。ああ、カーボンですね、はい、ただちょっとホイール勇気いるんですよね、変えるの。あ、そうですね。ドマーネみたいに前はアイソスピードついてるわけではないですね。前はついてないです。今タイヤの太さでカバーするっていうところですかね。でもなんかツーリングでも行けますしって感じですね。そうです、ここにもあるし、ここダボ穴は多いです。いいっすね、ダボ穴多いのいいっすね。いや、思った以上に良かったです、個人的に。カーボンになるとやっぱり走りはかなり良くなります。今これを800に変更してハンドルステムはあれから移行するっていう。そうですね、やりてかなり振動吸収も良くはなりますし、そのあとはそれこそもっと振動吸収となるとシートポスト、まあ、ここですね、うん、そこをアルミからカーボンにっていう方もいますが、これのカーボンもあるんですね。そうですね、まあよっぽどですけどね、そこまでってなると。あ、いいな、はい、ありがとうございます。いいです、すごい良かった、良かったです、乗っていただけて。